日は中国のダイヤモンドを探しに華厳神社にやってまいりました。華厳神社はかつて、今舞鶴城跡にありました。黒田長政が福岡城を建築するために、この華厳神社はこちらの方に移築されました。400年ぐらいの歴史がございます。社務所です。珍しいおみくじがありました。えとのおみくじですかね。こちらは猫のおみくじですね。お稲荷さんのおみくじ、自己代表の今あとはここにたくさんお守りがございます。今最後に稲増神社に来ております。帰りに、この2体の笑い狐を撫でて帰るととても幸せなことがあるそうです。それでは皆さんの幸せを願っております。天然ミネラル足湯でございます。都会と融合する華厳神社、これが中国のダイヤモンドです。